吉田さん、なんかね、ハンバーガーが安かった時代ってありますよね。私確かね、サラリーマンやってる時で、仕事が深夜に及ぶ時って、後輩がね、そのハンバーガーとチーズバーガーを10個ずつ買ってくるみたいなことがあったんですよ。で、それを食べながらやったみたいなね。で、さすがに10個ずつでも結構な金額になるんかなと思ったら、それ2000もかかんないわけじゃないですか。だから遠慮なく後輩にたかってましたけどもね。いや、でもね、やっぱり今思えば、 商品にはコストがかかるわけですよ。コストがかかる上にそうなるとねハンバーガー1個に対して100円の値段がつけられないものってどんだけ質の悪い材料と質の悪い人件費がそこに入ってるんだってことになっちゃいます基本的には高ければ高いほどいいものであって安ければ安いほど悪いものだと思うんですよ。 そうじゃないと市場原理合わないんで中には良いものをより安くってのはありますけどもそれはあくまでもスローガンであってね良いものは良い価格がつくものだし私たち消費者も良いものには良い価格がかかってくるってことは覚悟しなければならないんですけどもクオリティを高いいのの求めるのに、価格下下げろ下げろろみたいなね。こういうふうな消費者の都合だけで商品っていうのを流通させちゃうと生産する人が疲弊してそれがブラック労働とかにつながるのかなって思っちゃったり デフリにつながるんだろううなと思うんですけどもねだからやっぱりいいものにはきちんとした値段をつけることによってそれが分かる方にお届けしたいなと思いますよね。まあ、ドリームアアカデミア120万いやそのぐらいの価格はつけてもいいんじゃないかなと私は太鼓判をしますけどもねもちろん私は「ドリームアカデミアに」に入門したことはありませんけどもこうやったやり取りを続ける中で、うん、やっぱりねこれができる人が 安いいいものを売るべきではないと思いますだからねたまに三級セットとか1,000円とか2,000円の商品を吉田さんが出すのはものすごくねあのー、まあ本当にお客様目線だと思いますよねこれはね。その代わりお客様目線なの,の究極がちゃんときっちり高いものを販売してますよっていうこの商品のプライスゾーンの大きさでしょうねきっとね。うん、でデジタル コンテンツにつきましてはこの商品の幅をすごく設けることができて、まあ、私もお話しするんですけども売れなくたっていいから1,000万の商品作ってみなと買う人一人もいなくてもいいから自分が1,000万の商品を作るとしたらどんな内容にするかってことを考えられますかってことを言うとねなかなか思いつかないとじゃあ100万だったらどうですかね100万もん,なんか100万の商品作れないかもしれないじゃあ10万だったら10万もなんか難しいですねみたいなね 何なんだよと思いますよよね何なんだよと、うん、まあ商品いっぱい作ってみないとダメですねそれからどんな商品にどんな価値があるかっていうのはやっぱ市場から聞き取らないといけないんで皆さんいかがですかって耳を傾けることアンケートを取ることって大事だと思います吉田さんも結構されてますけどもねアンケートのほかに Q&A に答えることによってその Q&A の質が商品そのもののクオリティを作ると言ってもいいですね じゃあマクドナルドのハンバーガーが69円だったとしてねそれが79円だったら買わない人が圧倒的に多くなるのか別になんないと思うんですよ69円が79円だろうと100円だろうとほとんど変わないと思うんですよそういう意味で言うと安いハンバーガーってちょっと安くしすぎたのかなって気はしますけどもね <laughs> でもほんとね今ハンバーガーじゃなくて牛丼も400円になるわけでしょ別に牛丼一杯1500円でいいと思うんですよ 本当に牛丼食食べべたい1500円払って食べますから安いから買うっていう人が今牛丼に集まってるだけでその人はじゃあ牛丼じゃなくて鮭弁がじゃあ350円ですって言ったら350円の方に行くでしょだからね値段が先に走るのか自分の欲求を満たすために値段が後付けになってるのかこの辺が今ねちょっとねぐちゃぐちゃになってるんじゃないかなと思いますけどもねい、うん、ってらっしゃい